ですね、これ三田市になるんですよね。はい、三田市の大鉄工業さんに今やってまいりました、技術研修センターというところですね。これこんなに駅から近くて外からこうなんか研修センターみたいなんですかね、見える施設があるんですね。あの皆さん見えますか、あの向こうにはね電車のカットモデルみたいな、ちょっとよくわかんないですけど、あのはい見えます。ちょっともう少し近づいてみようと思います。ですね、ここが大鉄工業の技術研修センターなんですけども、さっきもあの遠くから見てたんですよね。ちょっと見えますかね、こうアップしますね。あんな感じでこれ中入ってみたいんですけどね、まあ、あの今日は土曜日ということもあっておそらくお休みでしょうし、そもそもこれ撮って出していいのかっていうことも私もよく知らないんですけど、ただあの撮影禁止みたいなものはどこにも貼ってはおられません。大鉄工業さんの裏に来たんですけども、まあ、これ敷地外から撮ってるんで問題ないとは思うんですけども、あのカットモデルじゃなくてあのパネルっていうんですかね、はい、電車ので、実はあのホームのところがね、あの駅名看板が学びってなってるんですよね。やっぱりねちゃんとここで研修センターなんで勉強しようということなんでしょうね。しっかり学んでいこうっていう、こう思いがここに伝わってると思います。すごい、ここ中入ってみたいですよね。